2023年9月の軽四輪車新車販売台数速報ということで出ましたので、そのご説明をさせてもらえたらと思っております。ダイハツショップ下中自動車の秋です。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、2023年9月の軽四輪車新車販売台数速報ということで出ましたので、そのご説明をさせてもらえたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。2023年9月の新車販売台数速報ということなんですけれども、今月どう変化があったかというところですけれども、今月もですね、ダイハツがまあ生産が好調に復帰してきましてですね、スズキの猛追をかわしてまた単月トップになってきております。前月もですね、123台差ということでかわしておりますけれども、今月は1640台ぐらいオーバーしているという感じですね。前年同月よりもオーバーしてますし、前年同月比と比べてもかなり多くなってきておりますね。で、占拠率に対しても 31.9%、まあ、スズキの方は 30.9% ということでですね、かなり接近した数値になってきております。三菱は7027台ということでですね、まあ、前月と比べてもまあ三菱もかなり好調に推移してきております。まあ、スバルの方は1507台ということで、まあそれもね、前月比とか比べてもまあいいぐらいですよね。まあ、前年よりはちょっと割ってますけれどもね。で、ホンダの方は 28628 台ということで、まあ、10月に新型イノボックス発表を控えたところにしてはかなり台数もいいかなというところではございますね。で、マツダが3350台、で、日産が 18,643 台ということで、トヨタも 2,346 台ということで、まあトータルでですね、前月比に比べて 130.7% で、前年同月比でも 107.9% ということで順調に推移してきております。軽四輪の乗用車台数ですね、こちらの方を比較すれば、スズキの方がダイハツよりもかなり上回ってる感じですね。本月が 38,323 台で、ダイハツは 35,562 台ということでですね、結構競ってますけれども、乗用車の方はスズキの方が比率が高いというふうにはなってきておりますね。まあ占拠率もスズキの方が乗用車はシェアを上回っている状況にはございますね。まあ三菱、スバル、ホンダと来ておりますけれどもね、まあホンダの台数を見れば28000何台というところで、乗用車がほぼ26300台ということで、まあこれのうち N ボックスがどれぐらいね占めてるかというところですけれども、まあほとんど N ボックスで軽自動車を稼いでるという感じにはございますね。乗用車も前月比と比べても 129.2%、 前年同月比でも 110.8% ということで、かなり順調に推移してきております。一方、貨物ですね、軽四輪貨物の方ですけれども、ダイハツが 17,146 台、でスズキが 12,738 台ということで、こちらはダイハツがスズキをかなり上回ってきております。前年同月比と比べたらですね、 100% ちょっと切ってきておりますけれどもね、まあ、それでも順調な推移で生産が復活してきてるなというところがよくわかりますね。で、占拠率も 40% に近い数値を取ってきておりますので、順調にまあスズキとダイハツの2強の争いが続いてきております。貨物車の内訳でボンネット版ですね、これはまあスズキとホンダがほとんどですね。スズキは899台、ホンダが2273台ということでできております。で、キャブオーバー版ですね、ダイハツが大きく上回っておりますね。8431台で、スズキが5428台ということで、まあ、アトレの生産もね復活してきてるんで、まあ、そのあたりが数値に表れてるのかなというところではございます。まあ、前年同月もね順調に来ておりますので、そのあたりも割といい数値かなというところではございますね。軽貨物車のトラックですね、トラックの方も順調に来ておりますね。ダイハツが8715台、スズキが6411台ということで、こちらも前月比もしくは前年同月比、まあ、前年同月比はちょっとダイハツ割ってますけれどもね、それでも占拠率はほぼ 50% に近いということで、順調な数値が出てきております。続いてですね、軽四輪の通称名別新車販売速報ということで、ベスト15位からいきますけれどもね、第15位がスズキジムニで3515台というところで、前月は2851台で、こちらも前月比比べてプラスになってきております。まあ、前年同月はねもうちょっと多かったみたいですけれども、まあ、それでもスズキジムニがね3500台販売してるって、まあかなりすごいですよね。安定して数値を叩き出してきておりますね。で、ホンダ N ワゴン3692台ということで、これ
も前月から比べたらかなり増えてきておりますね。前年同月と比べてもプラスになってきておりますので、各メーカーそろそろ生産がかなり復旧してきてるなというところですね。で、日産のサクラも堅調に3801台ということで、前月から比べたらかなり増えてきておりますね。前年同月から比べたら 89.5% というところですけれども、それでもね、EV 車でこれだけの台数販売してるっていうのはもう完全に新たな分野を切り開いてるなというところではございますね。で、日産のデイズですね、4448台ということで、これも前年同月から比べたら 126.9% ということで、これも大きく増えてきております。三菱のデリカミニですね、こちらが5280台ということで 147% 増ということで、前年同月から比べてもかなり増えてきてますね。デリカミニそろそろ見出しできてますよね。結構人気で、販売されてるようです。で、第10位がダイハツミラーですね。ミラーイース5735台ということで、まあ、前月と比べたら 134.2% ということですけれどもね。まあ、本来でしたらね、モデルチェンジの噂とかも年内にあったかもしれないんですけど、まあ、このあたりちょっとね、立ち消えてるというか、全くそういう話出ておりませんけれどもね、まあ、今後の動きが楽しみかなと思っております。第9位、スズキのアルトですね。アルトが6304台ということで、まあ、順調に来ておりますよね。第8位が日産のルークスですね。日産の軽自動車の機関車種が第8位ということで、なかなか日産も歯がゆい思いではないかなというところですけれども、台数は6308台ということで、まあ、前月比から比べたら 136.8% ということで、まあ、順調に増えてきてるなというところではございますね。で、第7位がスズキのワゴン R。今月が6369台ということで、前月が5590台なんで、まあ、これも順調に増えてきておりますけれどもね。まあ、かつて軽自動車で一世を風靡したワゴン R が第7位で6300台。まあ、スズキのまあ結構ね、歯がゆい思いっていうのもあるのかもしれないですけれども、まあ、ワゴン R スマイルもね、台数の中に含んでこの台数なんで、まあ、なかなか厳しいところはございますよね。第6位が我らがダイハツタフトで6445台ということで、前月比が 140%、徐々に販売台数また復旧してきておりますよね。まあ、一時はベスト15からも名前消えちゃったぐらいなんですけれども、第6位ということで今やダイハツの看板車種になりつつありますよね。で、第5位がダイハツムーブ、まあ、ムーブキャンバスですよね。ムーブも新型車発表されるかどうかという噂もあったんですけれども、今現在立ち消えてちょっと静かになってきておりますけれどもね。本月が8415台ということで、前月から比べたら 118.7%、 前年同月から比べても 111.5% ということで増えてきておりますけれどもね。第4位がスズキハスラー、強いですね。9011台、前月が7268台ということで、前月比 124.0%、 前年同月から比べても 134.2% ということでですね、かなり順調に販売されております。もうスズキのもう今や2枚看板ですよね。で、第3位がスズキスペーシアということで、本年が 11,693 台、前月比が 133.4%、 前年同月が 8,619 で、135.7% というところになってきておりますね。まあ、今、スズキスペーシアがモデルチェンジを控えているというところですね。秋口にモデルチェンジ予定ということで、今現在モデル末期になっているのかなというところですかね。まあ、第3位に食い込んできておりますけれども、まあ、それでもやっぱりね、スーパーハイトワゴンの一角になって、今もかなりの販売台数を叩き出しておりますね。で、第2位が我らがダイハツタント14527台ということで、前月の1万飛び950台から 132.7%、 前年同月が9878台ということで 147.1%、 まあ、順調にね、販売を重ねてるなっていうところではございますけれどもね。まあ、ただね、ホンダエノボックスがモデルチェンジを控えている9月の段階の台数から比べたら、ちょっとまだね、台数結構離されてますけれどもね。第1位がホンダエノボックスということで、今月が2万飛び686台、前月が1万6812台ということで、前月比比べて 123.0%、 前年同月が1万9411台で 106.6% というふうになってきておりますね。まあ、もうね、エノボックスの、まあ、一強がずっと続いて、もうね、なかなか抜けることはないですけれども、まあ、ただモデルチェンジで10月になって、まあ、撮影してるのが10月入ってますけれどもね、新型エノボックスの反響がどうなのかなというところで、まあ、人によったらちょっと思ったよりっていう声も聞こえたりしてましたんで、まあ、実際にね、これから普及していってどうなるかなというところはありますけれどもね。まあ、前の方の方が良かったよとかっていう声もあったりはしてましたけれどもね。まあ、そのあたりね、なんとかダイハツ担当が、食い込んでいけたらなと思ったりはしております。
A4 輪通称名別の新車販売台数ということでですね、まあ、ほぼ15位、ベスト15位に入っている車両はね、名前出ておりますけど、スズキの場合でしたエブリワゴンが1431台というところで、入ってきておりますね。まあ、それ以外の車種は全部ベスト15位に入ってきてますから、すごいですよね。でダイハツの場合はコッペンが387台ということでね、まあ、案外車出てるんだなというところではありますね。でそれ以外の車種はベスト15に入ってますけれども、まあ、キャストは生産中止してたはずなんですけど、また53台ってなんか微妙な台数が上がってますよね。ちょっとその辺よくわからないですけれどもね。で三菱はデリカミニが順調に販売されてますね。で EK クラス EV が375台、タウンボックスが53台ということで、まあ、日産のサクラと比べたら販売台数かなり違いますんで、やっぱこの辺り日産ブランドが強いんだなというところがなんか見て取れますよね。でスバルのステラ、プレオ、シフォン、まあ、この辺はダイハツの OEM 車両ですけれどもね、まあ、わずかに出てるなというところではありますね。ホンダについては NBOX がもう一強で2万飛び686台、まあ、N1 が思ったより、ね、伸びてないですけれどもね、1977台、 N ワゴンが3692台ということでね、ベスト15には入っておりましたけれども、でマツダの方はキャロル、スクラムワゴン、フレアワゴン、フレア、フレアクロスオーバーということでね、台数出ておりますけれども、まあ、どれもベスト15には入っておりませんでしたですね。で日産は、クリッパーリオ、ルークス、デイズ、サクラ、まあまあ、あの3台がね、ベスト15には入っておりますね。でトヨタの場合はピクシス、コペン、C プラスポットってこれ何やったかよく知らないですけどね、台数上がってきておりますね。であとボンネット版は、スペシアベースで、ホンダは N 版で、スズキはボーバー版でエブリーですね。でアトレが IZ カーゴが台数結構上げてきておりますよね。であとは日産の NV100 クリッパーがね、それなりの台数上がっておりますけれどもね、まあ、軽バンはやっぱりもうダイハツがスズキかもうこの2強ですよね。まあ、軽トラックもそうですけれどもね、スズキキャリーとハイゼットトラックと、まあ、かなりね今ダイハツの方が台数上がってきておりますけれどもね、まあ、それでもね、まあ、ミニキャブトラック、サンバートラックですね、まあ、サンバーダイハツか、うん、スクラムトラックとかね、まあ、上がってきておりますけれどもね。はい、ということで、以上で2023年9月の K4 輪車の販売速報ということでご説明させていただきました。ダイハツもね、9月28日から生産台数が今までの納期からのですね、だいたい1ヶ月前後で納車できますよというようなね、発表が出ておりました。まあ、この調子でね、販売台数重ねていっていただいて、スズキとのシェアの差を広げていただければなと思っております。はい、ではですね、大阪府内和歌山市内でダイハツの新車中古車をご検討の方は、大阪府泉南郡熊取町ダイハツショップ下中自動車で絶賛販売中ですので、よろしければお問い合わせの方どうぞよろしくお願いいたします。それでは YouTube のですね、高評価ボタンとチャンネル登録もこの辺り出てるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあどうもありがとうございました。またね。